僕は最近楽器の調子が気になるクラリネット奏者、キーがカチカチ言うのがなんか不満です。ということで今日は楽器の調整に行きます。大久保駅から徒歩5分くらいかな。やってまいりました、伊藤管楽器工房さんにお世話になります。店主の伊藤さんはロン毛が似合うナイスガイ。あ、ここが悪いねなんと言いながら楽器をテキパキと修理していただきます。なんか丸裸になってしまった僕の楽器、工房の様子はこんな感じ。いろいろなものが所狭しと置いてあります。ザ職人って感じの場所ですね。珍しいマウスピースや珍しいリガチャーも試奏が可能。そうこうしている間に僕の楽器が伊藤さん手によってガンガンと仕上がってまいります。ということで試奏の様子をどうぞ。これが一番好きですね。お家で吹いてもいい感じです。伊藤管楽器工房様ありがとうございました。